はい、では表題の論文について紹介します。まず概要なんですけど、今回分散表現に辞書の外部リソースで、今回それに辞書を学習に用いる手法というのを今回のこの論文では提案しています。でまずイントロで、単音語の分散表現っていうのが従来的に、類似する文脈に出現する単語っていうのは同様の意味または近い表現をするというような前提で、学習されています。でその従来だと、欠点として教師なし学習でやっているため、そのまず、この前提が、似た文脈が文脈であれば同様の意味を持つっていうんですけど、それで必ず似た文脈だからそれが関連性が高いかというと、そうでもなく、また似た文脈がないからといってその単語の関連性がないという保証もないというのが、教師なし学習での、欠点として存在しているということで、この手法ではそれを外部的なリソースを用いて、改善しようというような話ですね。で今回主な貢献として4つ挙げて、この論文では4つ挙げていて、ウィキで学習された分散表現から、類義語タスクにおいて一般的なその評価データを大きく改善する結果が得られたと。でこの手法はそのトレーニングデータが必ずしも多いことは、多くなくても学習することができて、比較的効果的な結果が出ると。また、次元の圧縮をしてもそこも他の手法に比べると大きな改善が見られたということがあります。であと、語義類義語のタスク以外にもテキスト分類においてもステートオブジ他のステートオブジアートと同様のパフォーマンスを発揮して、必ずしも類義語の特定に特化した分散表現ではないということを一応調べています。はい、で今回のその、手法に関する、これがその、この研究の大まかな方法なんですけど、簡単に言うと、辞書からポジティブとネガティブっていうのの、ネガティブ、これは後で詳しくやるんですけど、ポジティブとネガティブサンプリングっていうものを取ってきて、それのそのポジティブの単語の対っていうのを近づけて、ネガティブは話すっていうような学習を、目的関数に組み込んで、学習していくというような手法になります。で、まずそのサンプリングの話なんですけど、今回定義している辞書っていうのはもう単語と定義文のセットのことで、例えばこれだとカーに対して、その定義文があると。でその定義文の中から、関連する単語を抽出するっていうので、強い関連っていうのはお互いが定義文の中でそれぞれ出現する。例えば、今回カーとロードとかだと、ロードの中にはカーは含まれないけど、カーの定義文の中にはロードが入っているというような感じで、これは弱い関連を、カーにはロードが弱い関連としてあるみたいなことを、抽出していきます。で、今回それは論文ではその強い関連のやつをストロングペアーズ、弱い関連をウィークペアーズというふうに呼んでいて、またそれだけではストロングが、必ずしも、たくさんというか、数が得られないというような感じで、ウィークペアーズの中でもその、事前に学習した分散表現のコサイン類似度でスコアして、その上位5つが同じ単語を持っている場合は、そのウィークペアーズの中でもまたそれをストロングに強い関連があるというふうに定義しています。でポジティブサンプリングの話なんですけど、これがさっきの強い弱いのペアをもとにそのベクトルを移動させるっていうので、コストを計算する式ですね。その上の方がストロングの関連と、それぞれストロングとウィークで分けて、その重さを、この係数で何らかしら制御して、全部足し合わせただけなんですけど、でこれが全このコストがなくなると、もう完全なスキップグラムと同じ学習をするというようなモデルです。
で次にネガティブサンプリングなんですけど、これはもう完全にランダムに取って、それを話すというような学習をするモデルものになります。で、まあ、ランダムといってもさっきの、まあ、ストロングとウィークで取ってくるパターン以外から、まあ、ランダムに取ればそれはほとんどの確率で、まあ、無関係の単語が拾えるだろうというような感じでもうランダムに取ってきています。で、まあ、さっきの最初に出したやつなんですけど、まあ、それを全部合わせてコーパス全体で、まあ、コストを計算してそれをが低くなるように学習するというものです。で実際に実験なんですけど、ウィキペディアから、まあ、5回以上出現する単語を抽出して、まあ、それが約 2.2 メガトークン抽出できると。でそこから複数の英語辞書から、まあ、定義文を取ってきてペアを全部を、まあ、複数のやつをそのままもう今回は多義性はとか一切考慮せずもう全部連結して200キロの定義文を取得です。でそこからストロングペアが417キロ、ウィークが 3.9 メガペアほど取れたと。で今回、まあ、それに対してコーパスの規模を、まあ、学習するときに使うコーパスの規模とかを、まあ、変えながら、まあ、研究じゃない実験しているんですけど、まあ、あとはそもそもその、まあ、純粋に今回の文だと定義文とかのデータが増えているだけなので、それ自体そもそも文にとしてが、まあ、突っ込んでしまってものとの差を見るために、まあ、ウィキペディアだけのやつとウィキペディアプラス定義文をも学習の文として突っ込んでいる、まあ、コーパス A とコーパス B というのも準備して、まあ、研究し実験しています。でちなみに下のやつはその学習にかかる時間を示していて、まあ、ディクト2ベックは比較的早く学習が収束するというような結果になっています。でなんちょっと細かくて見づらいかもしれないですけど、これがその実験いろんな評価用のデータセットを使って結果で、まあ、全部、まあ、このアベレージのやつから上が類義語を特定するタスクの結果なんですけど、まあ、アベレージを見ると全部その今回の提案手法が、まあ、高くなっているというので、まあ、データが少ない時は、まあ、定義文も突っ込んだ方が精度がいいという結果で、もう全部大量にある場合は定義文がなくてない方がむしろ、まあ、いい精度になっているような話になります。でまたこの下の4つっていうのがそのテキストの類、テキスト分類のタスクを解いた問題で、まあ、これでも比較的フルの、まあ、提案手法というのは、まあ、他よりも高かったりまたは同類の精度を出しているというのが、まあ、見て取れます。で、まあ、そもそもその今回の提案手法で取ったペアっていうのがいいのかっていうような話になって、まあ、比較としてワードネットから取ってくるペアと比較しても、まあ、ワードネットよりもいい精度を出すということで今回の定義したやつは、まあ、かなりいいペアを取ることができているというふうに述べています。で、まあ、最後に、まあ、この細かい話になるんですけど、まあ、さっきの、ポジティブとネガティブの比っていうのは、まあ、2分の1の比がちょうど、まあ、これが実験の経験則から、まあ、求めて、まあ、低すぎるとその辞書の情報っていうのは考慮されなくなるし、高すぎると今度はもうその辞書の方がメインになって文脈をほとんど無視するような傾向があったというふうに述べています。でさっきの最初、ベクトルサイズを減らした時の実験でも、まあ、提案手法だと、まあ上の方はほとんどあれなんですけど下の方を見ると、50以下とかになってると他の手法よりも、高い精度を、まあ、保ったままになってということがまず図から分かります。っていうのでまとめると、まあ、今回同義、分散表現の学習に語彙の辞書を用いてさらに外部リソースを用いてさらに学習させるという方法を提案しています。で従来手法よりもいい結果が出ていてそのソースも公開しているので、まあ、再現することは可能だということです。以上で終わります。